皆さん、こんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。韓国の朝鮮日報の9月18日付報道によりますと、前、ムンジェイン大統領民情首席秘書官のチョグック氏の義兄であるチョン氏が、北朝鮮の石炭の密輸に関与していることが判明しました。これはどういうことかと言いますと、義理の兄、まあ、妻の兄ですね、が所属している海運会社が、北朝鮮産の石炭をベトナムに運搬するのに、自社の船舶を使用していたということでありまして、これは国連の経済制裁決議違反のですね、密輸行為です。でその際ですね、非常に悪質なことに、船舶の船籍をですね、偽装するために、中国などの船舶保有会社に一時的に、その船の籍を売却してですね、船の名前や登録番号を変える、いわば船籍を変えて偽装をしたと、初めからですね、この密輸をきちんとやろうというね、意図のもとで、この会社が動いたということが判明しております。しかもその密輸事件を起こした時期が、2017年の6月から8月、ちょうどですね、このチョグック氏が、大統領民情首席秘書官の任務についている時期だったということで、当然ですね、これは関与が、チョグック秘書官に、疑いかけられても仕方がない事案だということになっております。この内容についてはですね、VOA、ボイスオブアメリカが、数日前に韓国向けのハングル放送及びホームページで暴露しました。その内容はですね、より詳細にわたってまして、例えばですね、この船について、北朝鮮に数度にわたってですね、寄港し、石炭の輸送をベトナムに対して行ったということなんですが、その際ですね、船舶、主な船舶はみんな積んでいるですね、いわゆる船舶識別装置、これは GPS にですね、その船が一体どんなもので、何という名前で船籍は何かということを発信しているわけですね。これはもしもの時のですね、海難の時のですね、救助のために必要でつけているものですが、北朝鮮のこの石炭を運ぶ時は、この義兄氏のですね、所属している海運会社はこの船から識別装置を外しておりました。つまり追跡がしにくくするということで、やっていたわけです。おまけにですね、韓国の法律では、北朝鮮に寄港した外国船及びどんな船もそうなんですけれども、そういう北朝鮮寄港船については、1年以上ですね、韓国内の港湾には入港してはならないという法律があります。にもかかわらずですね、この2017年の6月から8月の期間、この当該船舶は、北朝鮮に行く都度ですね、インチョン、プサン、その他のですね、4つの港に寄港しているということまで、判明しております。しかもこの韓国船舶の動向については、韓国政府の調査ではなくて、どうも VOA の報道によりますと、アメリカの偵察衛星によってトレースされていたんではないかとされております。かなりそれが詳しく暴露されたもんですから、9月17日にですね、韓国の国会において、野党である自由韓国党のチュグワンドク議員が追及をしたということであります。まあ、こういう状態で、実はこの9月18日付の朝鮮日報、まあ、朝鮮日報というのは保守系の新聞なんですけれども、これに載ったんですが、割とこの韓国の新聞報道は主要な記事はですね、即日ですね、日本語にも翻訳されて、インターネット配信されるんですが、この記事については一向にですね、配信される様子はありません。あるいはですね、今回私がやったことを見てですね、日本語配信もされる可能性ありますが、いずれにしても日本には隠したい内容であり、またこれもまた不思議なことなんですが、
日本のマスコミ各社、ソウル支社があるんですけれども、そういうところは当然、主要新聞です。ローカル新聞じゃありません。こういうところで大きく扱った記事ですから、気がついているはずですが、日本の国内に報道しないということで、これは非常に意図を感じるものですから、私は今日は、臨時にですね、このニュースをお届けすることにしました。合わせてですね、私が今日ですね、西岡、勉先生ですね、私とチャンネル桜などで討論番組に、よく共演していただいている先生ですけれども、この先生の情報によりますと、10月3日の日に、韓国で反ムンジェインのデモを繰り返し行っているですね、保守派及び自由民主主義派ですね、この人たちが、一大デモをソウルで行おうという準備をしているという情報も入りました。香港の民主派にも、こうして100万人規模のデモを開いて、ムンジェイン政権に対抗しようと。まあ、これ、先般も、私が報道したんですが、これ、保守派のデモで、特にですね、パックネ、前大統領のですね、支持者たちがやってるデモですが、横断幕には英語でですね、ムン大統領は北朝鮮のスパイであると。で、我々は彼を信用していない。キム・ジョンウンの体制と、それから、ムン・ジェインの体制は、打倒されるべきだ。こういうことをですね、英語で書いた横断幕を掲げて、デモ行進をしている状況です。この保守派の戦いがですね、大きく盛り上がるかどうかが、今後のですね、韓国を占う上で大きな試金石になるんじゃないかと思われます。今後ともですね、韓国情勢については注目していくことが必要ではないでしょうか。ちなみにですね、このチョグック、今法務大臣ですね、に就任したわけですけれども、このチョグック法務大臣の義兄の海運会社は、これは VOA が配信しているものですが、この写真に写っている会社であります。このように、チョグック氏については、妻がですね、妻のトンヤン大の教授がですね、自分たちの娘の不正入学をやるためにいろいろなところに依頼したり根回しをした件、これは妻がですね、韓国検察から起訴されております。またその他にですね、インサイダー取引で投資を行った、あるいは親族が経営している学校法人に便宜を図った、相続税の脱税を図った、その他にですね、街頭事業ですね、街路の街頭事業に特定の共に民主党の支持者である業者をですね、指名させて、キックバックをもらっていたっていう疑惑も出ているわけです。もう疑惑のですね、本当に一時流行った言葉に総合商社のような人間が、しかし、ムンジェイン政権では法の番人たるところを全部統括する法務大臣に就任する。これはもうまさに韓国社会のモラルハザードであり、保守派もとうとうですね、堪忍袋の尾が切れて、総選挙まで待てないと。何としても年内に、ムンジェインを弾劾に持ち込むんだ。今、韓国の保守派の協会も呼びかけをして、韓国全国の大学の3000人がですね、弾劾を求める署名に署名しました。これはですね、パックネ大統領の弾劾の時の署名よりも数が多いそうであります。ますますですね、韓国の情勢は、事実上ですね、銃を撃たない内戦状態、言っていい状態になったのではないかと思います。今後ですね、この経済的な状況も含めて、日本に大きな影響が生じるのは避けられないと思われますが、日本のですね、政府、あるいはですね、民間はですね、冷静にこの事態を見守り、今後対処すべきことを、これは変な政争に使わないで、測っていく必要があるんじゃないかと、私は考えております。私の今日の臨時に皆さんにお伝えしたかった、チョグク法務大臣の義兄の新たなですね、韓国では本来許されない、あるいはこれが本当だったらですね、韓国そのものが国連の経済制裁対象になっても仕方がないような事案であります。このニュースをお伝えしました。ありがとうございました。